こんにちは、原田真帆です。この度皆様に言葉のパッケージの本を届けることになりました。フォーチュンブックというタイトルです。この本の中には120の言葉、すべて私が書き下ろしたものが入っています。それでですね、この本は特徴がありまして、開けますと左のページが私の言葉、右のページは皆さんが、この言葉を見て考えたことだとか感じたことだとか、あるいはなんかこう決心のようなものだとか、予定でもいいですし、今日あった出来事を日記のように書いてもいい、そういうふうに何か、右のページに書いていただくという、そういう本になっております。つまりこの本は私と読者の皆さんとのコラボレーション、双方向に、お互いにこうコンタクトをし合う本だというふうに私は思っています。なぜこの本を作ったかと言いますと、私は京都によろずという、食のセレクトショップのプロデュースをしまして、そのお店を作った時に、フォーチュンクッキーを作りたいっていうのが夢だったんですね。だいたい 3,4 ヶ月に1回バージョンを変えていくっていうふうにしました。そうすると1年間で120の言葉がたまりまして、これを全部集めた本を作ろうということで、そのことはから発生したこのフォーチュンブックということで皆さんにお届けすることになりました。そしてもう一つは、そのことはというフォーチュンブックの名前の由来は、皆さんご存知のこちら。本日はお日柄もよくの主人公、二宮ことはから来ています。本日はお日柄もよくは、発売以来おかげさまで累計75万部を突破いたしました。まさかこんなに長い時間この本が皆様に愛されるとはそこまでは思わなかったんですけど、読み返してみると、あ、やっぱりなかなかだなと自分で思ったりもして、スピーチライターを目指す、女性の物語なんですけれども、本当にたくさんの方に読んでいただき、この言葉から元気をもらったとか、あるいはそのスピーチの極意を知ることができた、いろんな感想をいただいています。とても嬉しくて、もっと多くの方に読んでいただきたいなと思って、今回この企画になりました。豪華本で、ケースに入ってまして、中から出すとこうおめでたい赤い本が出てくるという、これも一冊一冊職人さんが手作りで作ったという、本当に素晴らしい本に出来上がって、私もこれ嬉しくて、もう自分で宝物のようにもう一回読み返してみたいなと思ってます。そんなわけで、このフォーチュンブック、それから本日はお日柄もよく愛蔵版、両方合わせて、お楽しみいただけたらと思います。皆さんの言葉をこの中にたくさん書き込んでください。それを、心の中で、ぜひ私と更新していただければと思っています。どうぞよろしくお願いします。